沖縄の皆様方に恐縮ではございますが、ご負担をまたお願いをせざるを得ないというのが現在の政府としての考え方でございまして、ただそのことに関してはアメリカとの交渉の中で、あるいは他の地域との交渉の中で、できる限りトータルとしての沖縄の皆様方のご負担が過重にならない、できる限り減らしていけるような最善の努力を申し上げてまいりたいということも付け加えさせていただければと思っております。危険性の除去や、あるいは騒音の除去のためには早く現場の移設先を探さなければならないことは言うまでもありませんし、沖縄の皆様方のトータルとしての負担を何としても軽減させていただかなきゃならん、その思いでもございます。そのような中でこちらにお邪魔をいたしまして、住民の皆様方のお気持ちをぜひ率直にお話を聞かせを願いたいと思います。本日片山通りには宜野湾市民の生の声を聞いていただき、普天間飛行場の危険性ではなく意見に近づかという認識を新たにして、これまでの信念を曲げることなく米軍基地普天間飛行場の県外国外への移設を実行していただくことを強く要求するとともに、耳を踏んざくせん時のバコンに市民はおののき、五臓六腑かき回す蹴りの爆音は子供たちをイライラさせ、6年生ですが総理への手紙を書きました。ぜひ受け取ってください。子供たちの率直な素直な意見に目を通してください。お願いできないでしょうか。こちらに予定がありましたのでお願いしてよろしいでしょうか。何ですか。過去を振り返ると戦後65年復帰から38年、一体我々はどこまで基地の重圧を危険を我慢すればいいのでありましょうか。普天間の基地の移設、まさに普天間の的な転換というものを急ぐために全力を尽くしていくことは、それは当然のことながら努力を申し上げてまいりたいと思っておりますし、沖縄全体のことを考えてください。先ほど高校生の気持ちの中で住民の方とのコネクションが十分でない中で進めているのではないかということをご批判があります。まさにだからこそ今日もこちらにお邪魔させていただきながら、沖縄の皆さん方のお気持ちを勉強に学ばせていただきにお邪魔をした次第でもございますし、まだ最終的にどこに移設をするということの最終的な政府の決定はされている状況でない段階でございますので、具体的なところに関してお話を申し上げることができないことをどうかご容赦を願えればと思っております。これが今終わりました。片山総理の話は気持ちは分かったけど前に回してもらうと、ああ今前にこう片山総理に詰め寄っている女性がいます。納得いかないと、有害政治はどうなってる、有害哲学はどうなってますか。